この時間の解説は大阪公立大学大学院医学研究科の木戸先生です先生どうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますまずは気になるこちらのデータからです 直近1週間の全国のコロナの死者数、これ、厚労省のまとめなんですけれども木曜日から金土日月火水とずっと300人台から400人台、まあ、火曜日200人台ですけれども非常に高い数字で推移しているこれだけの方が毎日亡くなっているというふうに発表があります。 去年11月22日以降3桁がずっと続いていますだからそれより前は2桁台の死者数の発表だったんですけれどもそこからはずっと続いている非常に多いとで、えー、比べてみますと年間の死者数なんですが新型コロナは1年間、これ去年ですけど3万6000人以上の方が亡くなっているで季節性インフルエンザだと3000人程度ということで先生、そのあたりのこの死者数はどう見たらいいですか。 まず死者数自体は、はいえー、この第7波から第8波に相当すると言われてますけど、うん、その時に検査の考え方が社会でも大きく変わってきて、はい、以前ほど積極的に検査を行わないという人も多いわけですよね。はいはい、そうすると分母の本当の分母というのが分からないので、うん、実態の山は分からないんですが目に見えてきている死者の数は、まあ、前と同等かそれ以上ということなので、うん、潜在的に、まあ、前回とほぼ同じかそれより大きな感染の山が。 まあ現在あることが推測されます。先生はあの。 比比較できないえと比較ででききなないいことないんですで、えー、とこのまず2つの死者の死亡数を比べると死因の比較というのはかなり実は難しくて、はい、と言いますのは例えば極端な例でいけば交通事故で亡くなってしまった人があそこで検査をすればそこに新型コロナがいれば、うん、現在、速報としては新型コロナの関連死亡として報告されます、えー、交通事故で亡くなっても検査してコロナだったらコロナで死亡ということになるコロナで関連的。関連的 そこは例えば間接的にとか非直接的ではないという表現が自治体によってされるところがありますがいずれにしてもそれは極端な例であって例えばもっと大きな他の心筋梗塞などの病気があってそれが主要な原因で亡くなった場合だけどそこにたまたまコロナもあった場合というのは究極的には、主にはおっしゃるらくこっちだろうけどコロナも 影響を与えたかもしれないね。というのはわからないわけです。はい、で、そういうのをま長く後から分析することになるんですが、速報値としてはそれ難しいので、うん、全てこう。新型コロナ関連死亡として報告されている。 でそれがどの程度検査をするかというと、その母数も季節性インフルエンザと新型コロナでは違うので、分母と分子の考え方が違ってくるし、る時期によっても変わるので、それで単純な比較は難しいけれどっていうことですね、うん、なるほどですから、まあ、もうまず数えている人数自体が違いますよねというところからなんですね。はい、はい で致死率で見てみますと、えーまあ、これもほとんど季節性インフルエンザと近いというか、まあ、コロナの方がちょっと低いというようなこんなデータも先生、あるということですね、はいでえー、単純な比較はそれはもちろん難しいんですけれど、まあ、しかし、だから難しいからできませんと言ったらそれは医学の責任が放棄していると思うので。まあ お,お互い例えば80歳以上の1.69%の1.73%を見ると先ほど申し上げたような理由によりお互い幅が当然生じるんです、はい、で当然幅が生じるんですがまあ現在の段階ではほぼ同レベルといっても差し支えないんではないですかという状況であってでかつて第一番最初に出た時は新型コロナは80歳以上は極端に言えば一桁高かったんです。一<ー>桁高かっったたのが今ほととんど同レベルになったでしょうと いうのは。 あの差し行って差し使いなんではないかなと考えますうん、うん。まあまたこういう事態になってくると非常に困ってしまいます。えー、救急搬送困難事案大阪過去最多にということなんですよね。えー、ですからこれまああえて六波七波現在の波というふうに書かせてもらってますけども、えー、この緊急搬送救急搬送困難事案がどんどん増えていって現在の波でまあ三百五十一件とピークを迎えているということです。どのように日本で救急車を使おうかというの コロナには関係なく重要な問題ですが今、感染の大きな波が推測されるときにでは、これをスムーズに病院が受けやすくするというのもこれまた3年間経っていることなので、うん、我々社会全体がコロナで受けるリスクというのをどう考えていくかと。と いうのが、まあ如実に現れてるんだと思います。三年やってるんですよね、これね。で、また波がバーッと来た時に、また救急車が呼べなくなったよ。うん、で、落ち着いたら、あ、よかったね。で、また来たら、で、同じことの繰り返しに、今、先生、落ちてしまっているような気もしますね。そうです。はい。えー、そして、こちらなんですけども、新型コロナの分類見直しの議論。えー、アドバイザリーボード、昨日、見解発表しました。必要な準備を進めて、段階的に移行するべきと。 しています類型がこれ感染症法上の類型が変更された際の影響なんですけれども現在、二類相当と呼ばれていますがそれが変更されたらどうなるの治療費の公費負担がなくなる自己負担の発生で検査や診療を受けない受けけなないいられ可能性受けられない人が出てくる可能性がある。 さらにに濃厚接触者に対するる措置がなくなく、えー、現在は有給で欠勤できるんですけども濃厚接触者は、えー、措置がなくなれば感染したまま勤務しなければならないそうするとクラスターの発生リスクというのが高まるのではないかと、えー、さらに新型コロナは終わったとみなされ感染対策が行われなくなる可能性もあるのではないかと指摘をしています。先先生生ここれももずっとこの類類相当5類みたたいな話はははありましたけども先生はコロナは こうしますと政治が決めてしまえばいいんじゃないかということですね、はい、あのもうこれは現,存現在の語類に当てはめたら例えば公費負担がなくなるという話ですがコロナの場合には公費負担はとりあえず例えば2023年はしますというのは政治判断でそんなに容易なことと思いますので、うん、まあそれだけの問題なのかなと考えます、うん、で例えば濃厚接触者に対する措置がなくなるということも最も考えなければならないことは 3年間経って先ほどのように季節性インフルエンザと同レベルのリスクになったときにそれでもまだ濃厚接触者に対して行動制限つまり試験制限を行い続ける許容できる社会なのかとそこが一番重要な観点なのかなと思います。 そしてもう一ついきます大阪公立大学の後遺症についての調査結果を発表となりましたコロナ感染から1年後でも半数以上の人に後遺症がということなんです後遺症と危険因子の関連ということで高血圧は陰頭痛そして脂質異常症の人は目の充血などに強い関連性がありますよあとは感染時の重症度痰が多く出るとか胸が痛くなる呼吸困難など非常に強い関連性があると言われています 感染時の重症度とそして関係なく残るのが倦怠感、味覚、嗅覚の異常、抜け毛睡眠障害などだという,そう,いう発表でした先生は今後のリスクの指標にしてくださいということですね。 はいあのこれは先ほどの議論と同じですがこの社会がどう考えるかというのはこれはもうひとえに新型コロナによるリスクをどう社会が許容するか、はい、これの一言に尽きるわけですよね。でそのリスクの1つとして、まあ、後遺症とか罹患後症状といいますけど、うん、それがありますよと。 いうだけで、まあそういうのの、まあ、リストアップができましたと、うん、本人これは本人の主張ですから、うん、あの自覚症状としてこんなことがありますよということなんです。わ、うん、かりました、えー。この時間は木戸先生に解説をしていただきました。先生どうもありがとうございました。ありがとうございます。